50年2月8日7時になりました。ニュース今朝お伝えするニュースです。まず最初はこちらのニュースです。住宅街で捕獲劇。今日未明、田園調布の閑静な住宅街に野生のペッパーくんが出現しました。警察の調べによると、このペッパーくんは新橋の電通本社から逃げ出してもらったんです。逃走劇は約12時間かけて行われましたが、最終的にはバッテリーが切れて捕獲です。無事電通に返されたそうです。続いてはこちらのニュースです。廃棄児童問題、ついに解決。長年日本が悩まされ続け、この度ついに解決した廃棄児童問題。解決の要因は結局ただの少子化であったことが分かりました。人口が1億人を割ってしまった日本、少子化はビジネス界にも余波が広がり、今年だけでもミキハウスの倒産、キッザニアの閉館、劇団ひまわりの解散、円次郎先生の廃業が決定しました。キッザニアは閉館した後、超大型仮想場パークシニアを落とし込みました。ここでニュース速報です。国民年金の受給年齢が90歳からに変更されて、国民年金の受給年齢が90歳からに変更とのことです。続いてはこちらのニュースです。自民党総裁選結果は。昨日の自民党総裁選挙の結果を受けまして、安倍総理の衆参選が決定。安倍総理は2018年以降、次で最後、次で最後と党内規則の改変を繰り返しました。対して石破茂氏は今回で11連敗となりました。また元 AKB48 の高橋みなみ氏が出馬することを表明。この格差社会はやっぱり努力しても報われない、じゃんけんで日本のセンターを変えたいと思いました。続いてはこちらのニュースです。水不足全国で相次ぐ。水道が民営化されて以来、水道料金が高騰し、いろはすの水が来月から1本1200円になることが発表されました。川の水を飲むことが貧困家庭で広がり、感染症の発生が増えています。阪神タイガースの優勝を歓喜し、水深1センチメートルの道頓堀川に飛び込み、13人が負傷した事故。これを受け、昨日ユニクロはツイッターで、使わなくなったフリースを集め道頓堀川に敷き詰めたいと話しました。現在5万いいねがついています。また今日未明、足立区で雨水を路上で溜め、メルカリで販売した男が逮捕されました。取り調べで男は、溜めていたのではない、そこにバケツがあっただけだ、これが本当の水商売だ。ここで新たなニュースが入ってきました。お笑いジャーナリストの高松菜奈さんがから名誉毀損で訴えられました。理由はまだ判明していませんが、側によると、あるあるというネタはなしなしだということです。詳しい情報は入り次第またお伝えします。続いてはこちらのニュースです。振り込め詐欺の被害額減少へ。昨年の振り込め詐欺の被害額が完全に0円になりました。かつてはオレオレ詐欺と呼ばれていたこの種の詐欺ですが、現在は高齢化が進み、名称がわしわし詐欺に変わりました。実際の音声をお聞きください。わしわし、わしわし、わしだけど、はわしわし、えわしわし、なんとわしわし、あ、わし、おう、わしわし、どうしたんじゃ。10万振り込んでほしいんじゃ。なんだって。10万振り込んで。え、なんだって。10万振り込んで。え、なんだって。10万振り込んで。え、なんだって。答
このように耳が遠く会話が成立しないことや、騙す側がなぜ電話していたか忘れてしまったので、被害額が0円になりました。続いてはこちらのニュースです。国会前で若者がデモ。若者を中心に国会前で戦争をしようというデモが繰り広げられました。少子高齢化の進行、長期政権による民主主義の機能不全、AI によって仕事を奪われるなどの社会背景に加え、水道をはじめ教育・医療の民営化により格差がより進行した日本社会。不満を募らせた若者たちは、自分の身分格差をリセットするために戦争を待望しています。戦争を推奨する若者たちは、よう戦場で金持ち、きれいさっぱり戦場、戦場でラップを繰り広げています。楽しそうですね。皆さん、いざという時に備えて武器を大量購入しておきましょう。さあ、この後は連続テレビ小説、ヒカキンです。皆さん、懐かしのブンブン、ハロー YouTube が聞けるんですかね。それでは今日も元気に、いってらっしゃい。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価お願いいたします。それではまた、ごきげんよう。